さあ最後の撮影にしましょう。ちょっと移動もしないとダメですからね。ここは南阿蘇、なんだっけ、水の生まれる里白水高原というすごく長い名前の駅のすぐそばなんですが、後ろの外輪さんが非常に美しいですね。ちょっとこの景色を一緒に写真を撮ってみようかなと思います。いやーいいね、本当にいい場所ですね。いやー日本広しとはいえどもね、こういうような場所ってあんまりないですよね。なんか本当にいわゆるなんか日本の原風景みたいな感じで、どこを見ても良かったですね。さあそして今度は赤色の列車がやってまいりました。ちょっとね、写真撮っていきましょう。広々とした構図でちょっと写真を撮ってみようと思います。おお、列車が映ってないですが、ここはねちょっと欲張って何カットか撮ってみましたのでね。いやーいいですね、こうやって山がずっと連なってる雰囲気っていうのもなかなかねないですからね。まあ会津盆地とかもこんな感じではありますけど、後ろも見ても山ですからね。それがずっと山が連なってると、それがなんかいいですよね。というわけで写真はこんな感じになりました。ちょっとね、私もうちょっと左に寄ったらよかったじゃんと思ったんですけど、まあそれはもう今となってアートの祭りでございます。そしてこちら側、まあ、田んぼを入れた上で外輪さんも入れ、そして列車をね、ポツンと入れてみました。なんかいいなぁ、いいところ走ってるなぁっていうような感じですね。本当にもう何をするにしてもなんか心が現れるなっていうような感じです。さあそして次の撮影地を探してたんですけど、ちょっと場所がいまいちつかめず、列車がやってきてしまいました。まあまあこの新車だったらまあ別に取り流してもいいかなっていうような感じなんですが、結構ねお客さん乗ってるんですよね。まああの開通を、全線開通をしてまだ1ヶ月経ってないですから、なんかこうやってねお客さんのシルエットが見えてるかなと思うんですが、いいですね。いやー本当にね来てよかったなと思っております。というわけで、もう一発撮影をしてみましょう。もう一回先の場所に戻ってまいりました。列車がやってくると思ってきたので、なんかこれトロッコ列車ですね。まあおそらくモーターカーレベルの、まあ、機関車と言っていいのか分かりませんが、それが前と後ろについて、真ん中にはなんかおそらく無害車に屋根をつけたような車両ですね。そんな可愛らしい、トロッコ列車がやってまいりました。なんかこう、なんかいいねー、なんか遊び心があるなぁ。本当にねこの風景だけ見てると日本って感じがしないんですよね。どっかなんかヨーロッパの雰囲気って言ってもなんか、なんか伝わるんじゃないかなと思ったりするんですけども、いやーよかったね。今なんかこうやって私喋ってるのもこれ一体1ヶ月以上後になってしまってるんですが、もう一回行きたいなーと思ったりもしております。かなりゆっくりと列車が進んでいきました。可愛らしいですね。いや、でもやっぱこういうね、地方路線っていうのはなかなか足を運びづらいんですけども、まあこういうね、ちょっと遊び心を入れた車両、列車が走っていると、まあこれはこれでね、なんか、あ、また行ってみようかなって、なんかそういうような気持ちになりますよね。本当に可愛らしい列車が走っていって、しまいました。可愛らしい。何回同じこと言うねんって感じですけども。まあこの時間になって少しずつ雲が湧いてきましたね。これはこれで、綺麗な風景かなと思います。いやー、ちょっとね、困ったことがあるんですよ。何が困ったかって、九大本線取りに行こうと思ったんですけどね。この南阿蘇鉄道がもうとにかく良い。もうなんか、離れがたいんですよ。なんかどこ見ても綺麗なんですよね。もう、今30分後の列車を、もう三脚まで構えてね、待っちゃってるぐらいなんですけど。もうあそこ、こっちを見るとね、もうなんか踏切は踏切でなんか可愛らしいし。あれは、やばいな。私、帰れないぞ、これ。明日台風来てるからね、帰らないとダメなんですけど。いやー、良すぎますわ。そんなに暑くないしね。割とくない。風が吹いてて、非常にね、気持ちいいんですよ。気持ちも、体も、気持ちがいい。ちょっと、もう一本だけ撮らせてもらっていいですか。すいません。さあ、そして時間は30分ほど過ぎまして、列車がやってくる時間になりました。このね、田んぼ、今、なんか、風で揺らいでるの分かりますか？もうこういう雰囲気で私はもう鳥肌が立つんですね。
列車が2両つなげてやってまいりました。もうなんかジブリの世界の田んぼもなんかこういう感じですよね。もうそれを考えただけでもうやばいっすわ。もういかにもね、日本の原風景みたいな感じでね、いや、よかったですね。もうね、なんというか、日常生活に疲れてしまったら、南阿蘇鉄道に行ったら、なんかいろんなことが忘れられるんじゃないかな、みたいな。なんかそういうようなね、本当にいい雰囲気なんですよね。もう日本人だったらもうここ行った方がいいと思いますよ。っていうレベルです。というわけで写真こんな感じです。列車右側にポツンと入れてみました。で、先ほど少しね、出ておりましたけど、この踏切ですね。これも入れてちょっと写真を撮ってみました。ちょっと帰りたくなかったんですけど、ちょっと離れていきましょう。いや、南阿蘇鉄道を離れて、大分県の方に向かっておりますけど、まあ、帰りがてらですが、本当にこの辺は独特ですよね。阿蘇の外輪山、カルデラですね。平坦な山って意味わからないですよね。もうずーっと平坦ですからね。まあ、平坦ではないと思いますが、こんなほぼ水平の山ってあんまり見ないと思いますね。面白いな。そしてこちらを見ると、まあ、阿蘇山、まあ、阿蘇山という山はないんですが、まあ、阿蘇山って言うとここをイメージするかな。いや、本当にこの辺りぐるーっとね、一面山に囲まれておりますからね。ほんでさっき来たあのどこだっけ、立野のあたりとかが唯一なんか切れてる場所になっております。いや本当に面白い場所ですね。あ、この辺の山って独特な色合いで、なんかねプリンみたいで美味しそうなんですよ。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真をテーマにした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際は、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。過去の動画もぜひご覧ください。